対策にフリースを着て適度に休みながらリラックスリラックス、肩や手首の力を抜いてリラックマー。子供の手はなんと温かいことか、先生の手はなぜかいつも冷たいのでござる。子供の体はきちんと免疫機能が備わっています。森での目覚め。毎日元気ではありません。良い子の皆さんも寒さ対策もフリースを着て、これから寒くなってまいりますが、今までは水筒の季節でしたが、これから寒さもあなた変わりはないですか。日ごと寒さが募ります。切ってはもらえぬセーターを、日ごと編んでます。女心だ未練でしょ、あなた恋しい北の宿。宮古はるみの曲も弾いていますが、よい子の皆さん、何でもできるんです。今日もちゃんと先生のアドバイスを聞いてちゃんと弾けるようになってまいりました。8分の6拍子もゆっくりゆっくり、拍も 3+1。 よくお母様方にもいろいろ聞かれますが、拍をちゃんと取れるようにしたい。シンコペーションもお子供さんもまだ少し難しいと思われる時もあると思いますが、シンコペーションも拍の長さもちゃんとゆっくりゆっくり練習すればちゃんとできるんです。8分の6拍子もちゃんと1、2、3、1、たた、1、2、3、1、たたた、たたた、たら、1、2、3、1、とたた、というふうに、ちゃんと拍もゆっくり、ちゃんとできるんです。うちの生徒さんも、ちゃんと、靴も揃えて上がってきてくれ、
ちゃんと靴を揃えて上がってきてくださるお母様、先生もちゃんと知っております。当ピアノ教室ではお子様の楽しめるピアノレッスンプラスアルファ音楽の知識や技術は徐々に身についていきます。温かい心で見守ってあげることが大切だと思います。まず手洗いにご挨拶、本来また自分で本を片付けて帰る、これも大切だと思っておりますが、まず手首や肩の力を抜いて柔らかく柔らかく曲のイメージを持って弾いてみてください。手首が硬いとなかなか動きづらいんです。手首の力を抜いてリラックマリラックマ北の宿もう弾いております。またね、明日もやったら皆さん、できた。ちゃんと先生に可愛い絵を描いてくださいな。